ソウルのワージャークラブがちょうど3周年ということで、まあ、確実にですね、着実に、この会が拡大していく姿を見て、本当に何よりも嬉しい気持ちでいっぱいでございます。今世界がちょうど昨年の9月のリーマンショック以来ですね、金融危機を通じて世界中が一つにつながっていると、もう一つの国だけで全て解決することはもう不可能に近い、もうあらゆる国がですね、全部つながっているということをですね、この1年間これほど全ての国民の皆様方が思い知らされたということは、まあ、かつてないぐらいですね、そういう意味からも、少なくともアジアが一つに仲良く、いろんなものを分かち合い助け合いながら共に発展するということはもうとても必要なことであるという、まあ、時代が今そういうことを、ちょうど要求しているというふうにも考えられます。しかしながら、まあ、このワンアジアクラブというこの大きな夢を持ってもですね、実に多くのやらなければいけないことがたくさんあります。それは政治の分野においてもですね、各国が仲良くなる、そういったことも必要ですし、経済の分野、文化の分野、そして教育の分野、また安全保障の分野でもですね、多くのさまざまな専門家の皆様方がですね、その目標に向かって多くの会議をしたりですね、多くの話し合いを経ながら、おそらく何十年かかるかも分かりません。しかしそのことを達成しないわけにはいかないという今時代がそういう時代だと思います。でそのためにどうしてもですね、必要なこと、それはやがてですね、国の壁を越える、民族の壁を越える、宗教の壁を越える、こういった壁をですね、どうしても越えてですね、手を携えて仲良く生きていくという大事な考え方が必要だと思います。そういうことを目指しながらですね、今日3周年を迎えたこのソウルの定期大会、本当にその方向に向かいながらですね、ぜひともこれから少しずつでもね、手を携えていきたいと思います。このお招きいただいた席をついてですね、東京のワージャークラブもですね、少しずつ前進をさせていき、特にですね、来年からはですね、アジアの各国の大学にですね、このワンアジアの考え方のカリキュラムですね、公式の学科をですね、ぜひ作っていただきですね、それに対する支援をですね、していきたい。やはり若い人たちに夢を持っていただくということ、このことを非常に大事だというふうに考えております。そういう意味もあってですね、東京もソウルもモンゴルもバングラデシュもですね、一緒に手を携えながら、これから着実にですね、皆さんのご支援を得ながら、ワンアジアの夢に向かって一歩一歩進めていきたいと思います。そういう意味でこれから皆様方の支援とご協力をぜひともお願いしたいと思います。本日本当に、こういう会を催していただいたソウルの皆様方、ありがとうございます。どうもありがとうございます。